さあ、今回は柱稽古編、そして無限上編のお放送だったりとか、その他情報について詳しく、 え、考察し、お伝えしていきたいなと思っております。で、前回の動画で柱稽古編についてお話ししましたので、えまだ見てないよという方はそちらをご覧いただきたいんですが、まあ、今回は無限上編の放送だったりとか、あその他情報について詳しく考察しえ、お伝えしていきたいなと思いますので、えー、ぜひとも今回無限上編、 早速ね、えー、やっていきましょう <noise> はい、ということで、まずは放送日なんですが、あ鬼滅の刃無限上編は、2024年の10月から放送開始なんじゃないかなと思っておりますね。で、理由としましては、制作期間からの考察ですね。えー、まず2021年の10月、 えー、鬼滅の刃の無限列車編が公開となりました。で、1年と2ヶ月空いた2022年の12月、えー、鬼滅の刃の遊楽編が放送となりました。で、1年と4ヶ月後、2023年の4月、えー、刀鍛冶の里編が放送となりました。で、こんな感じで、えー、大きな続編には、だいたい1年と数ヶ月、 え、空いているんですよね。で、まあ、そんな感じで予想した無限上編なんですがあ、まずは柱稽古編ですね。え、例年ほど大きな続編ではないため、え、半年ほどの制作で放送ができるんじゃないかなと思っておりますね。はい。 で、そして2023年の12月に柱稽古編が放送され、2024年の10月にはあ無限上編が放送となるんじゃないかなと思いますね。 で、まぁ、あ、刀舵の里編から無限上編を見たときにえ、1年と6ヶ月空いているので、まあ、例年の制作期間からはちょうどそのあたりなのではないかなと思っておりますね。えちなみに柱稽古編からは10ヶ月ほど、まあ、空く計算なので、 まあ、放送は全然可能なんじゃないかなと思っておりますね。で、まあ、刀鍛冶の里編よりもクオリティが高い分ですね。す、え、で、ー、に制作が始まっているという噂もね、えー、耳にしますし、えー、2024年の10月よりも,も早いスパンで放送される可能性っていうのは非常に高いですね。 まあでも一番無難なのが、まあこの2024年10月ということで、まあそんな感じで鬼滅の刃、あ無限上編の放送日は、あ2024年の、まあ、10月になるんじゃないかなと思っております。はい。 そんな感じの放送日となるでしょう。さあ、そしてそんな具体的な放送内容なんですが、2024年の10月、富、え、士、ー、テレビの日曜日の枠で、えー、分割2クールでの放送になるんじゃないかなと思っておりますね。えー、無限上編は原作からかなり長い編ですので、さすがに無限上編、潜入編とか、 無限上編、最終決戦編とか、まあ、分けての放送にするんじゃないかなと思っておりますね。まあ、なので、前編後編とまあいった形での放送となりそうです。 で、まあ続いてアニメ全何話なのということなんですが、原作が140話からスタートいたしまして、180話がね、無限上編のラストということで、まあ、原作で言うと全40話分あるんですよね。で、そんな全40話分をアニメにすると、 ま、アニメ全16話から、まあ、24話になるんじゃないかなと思っておりますね。で、まあ、平均原作割合が、まあ、2.46話で、ま、たいアニメを1話ね、え作っているよということなんですが、まあ、平均だと16話分ぐらいなので、まあ、最低でもそのぐらいは描かれそうですね。 まあ、しかしさすがにワンクールで放送できるほどの内容ではないので、まあ、最終決戦だし、え、アニオリをたくさん付け加えての、まあ、ツークール。 えー、12話、プラス12話の、まあ、24話放送とかに、えー、なってくるんじゃないかなと思っておりますね。まあ、つまりは全24話分の、まあ、放送になるんじゃないかなと思うんですが、まあ、ちなみに無限上編のラストはね、まあ、区切れ目が本当に中途半端なんですが、 ま、原作180話の無ンが登場したところで、え無ン戦に移行するので、まあ、ここのね、えー、無残が登場したところで一応ね、まあ、無限上編は最終回と、まあ、なるんじゃないかなと思っておりますね。まあ、ここのシーンは本当にかっこいいので、まあ、早く見たいシーンですね。 はい。ということで、そんな感じで181話からは、無残戦へ入っていくと思うので、まあ、割と最終回まで近いですね。はい。で、そんな感じでまとめると、まあ、鬼滅の刃無限上編は原作140話から180話、無限上潜入から始まり、無残の登場で終わる、全24話分、 分割2クールででの放送内容となってきそうですはい、ということで続いて主題歌情報なんですが、あ無限上編の主題歌は誰になるんでしょうかねということで、まあそれこそビッグアーティストが務めそうな感じですよね。 で、主題歌を務める歌手の予想なんですが、これまでソニーミュージックのね、関連の歌手が務められていることから、リサさん、エメさん、ミレイさんに加えて、新人歌手のフロー、コシュニエ、アオイエイルさんなんかがね、ありそうという話を前回したんですが、 ま、しかし、今回はやはり無限上編なのでえ、新人歌手ではなく、え、リサさんの復活だったりとか、エメさんの再来なんかがありそうですよね。で、はたまたこれね、 アーティストのコラボなど、まあ、刀鍛冶よりも豪華なメンツでね、ま、あ主題歌を務めるという可能性はかなり高そうですよね。で、ま、あ個人的にはリサさんだったりとかエメさんが、やっぱり担当してほしいですし、まあ、コラボっていうのもかなり期待ですよね。まあ、この二人はマジで最強なので、 まあ無限上編だからこそのコラボアーティスト。うん、期待ですね。はい。まあ他にもまだまだワンオークロックとか、まあ、ありそうなアーティストは結構いるんですが、まあキリがないのでそんな感じにしておきましょう。はい。ということでまとめなんですが、鬼滅の刃無限上編は、 アニメ全24話分とかなり長い編で、2024年の10月から分割2クールでの放送の可能性がね、まあ高いんじゃないかなと思っておりますね。 で個人的にはかなり楽しみな編なので、アニオリがたくさんあった方が嬉しいですし、まあ、公式さんも相当気合をね、まあ、入れてくる編となるんじゃないかなと思いますので、まあ、オープニングエンディングとかも、まあ、かなり気になりますよね。はい、ということで、まあ、とりあえず柱稽古編の方を早く放送してほしいですね。 はい。ということで、高評価、チャンネル登録、皆さんよろしくお願いします。では、皆さんまた次回の動画で、お会いしましょう,うっ